春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ牡馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。1枠1番、この最内枠からスムーズに好位置を確保したいところ。アグネスディッシュ、鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。ジャンボトレード、あまり人気はありませんが上位にとっても怖い存在です。その実力を無視するわけにはいきません。オリーブキングが続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。クールブライド、前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありません。ギャラントミズーリ、この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう。直線で自慢の末足が炸裂するか。ノーブルウィーク、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。ハートウェル、さあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの支持に応えたいところです。メロートーン、2番人気はこの馬です。ファンの期待を背に優勝を狙います。エトワールトリック、前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありません。スイートスピリット、決め手勝負ならこの馬にもチャンスあり、自慢の末足を見せるか。シンボリ太陽、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。スイートシュート、あまり人気はありませんが主役の座を狙う馬がここにもいます。アンバーエトワール、また一頭影の実力馬が登場、好走を期待したいところです。エトワールロック、前走では惜しくも敗れましたが本番の今回は負けられないところです。クリスナ・ディバイン、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。サンドパーフェクト、さあいよいよスタートです。春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ牡馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠のサンドパーフェクト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ギャラントミズーリ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくギャラントミズーリ行きました。続いて前へ行くのはエトワールトリック、さらにはジャンボトレール、7番ハートウェル、その後ろ後方に控えたのがサンドパーフェクト。では前の方から見てみましょう。エトワールトリック先手を取りました。その外にスイートシュート、オレンジの帽子、アンバーエトワール、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のメロートーン、現在先団です。エトワールトリック、前走からは久しぶりのレースとなりますが今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。もう一度先頭からエトワールトリック先手を取りました。少し離れてスイートシュート続いています。アンバーエトワール、それに続いていますメロート、後位をキープ。その外にクリス・ザ・ディバイン、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ9番エトワールトリック、スイートシュートほとんど差がありません。アンバーエトワール、3番手メロート、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエトワールトリック、スイートシュート、その後ろアンバーエトワール、その後ろ、その隣からはクリス・ザ・ディバイン、エトワールトリック先頭、差はほとんどありません。2番手はクリス・ザ・ディバイン、残り 200m、 先頭はクリス・ザ・ディバイン、残り 100m、 クリス・ザ・ディバイン先頭、ジャンボトレール迫る、先頭はクリス・ザ・ディバイン、1着でゴールイン、クリス・ザ・ディバイン1着、2着にはどうやらジャンボトレール、なんとびっくり、勝ったのはクリス・ザ・ディバイン。これには場内もどよめいています。